マスダ地区の中心を貫く中なのか、ちょうどおり冬の中なのか、ちょうどおり横手市マスダ伝統的建造物群保存地区は、秋田県横手市マスダにある伝統的建造物群保存地区。横手市の都市計画によって決定された保存地区であり、国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。マスダ伝統的建造物群保存地区周辺の空中写真。 1976年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。東保存地区があるマスダ町は横手市の中心部から南に1 2トルほど離れた位置にあり、また宇州街道からも南東に3キロメートルほど離れた位置にある在京町である。町中心部を南北に貫く。 県道108号線を中心とした南北約420メートル、東西約350メートルの範囲が重要伝統的建造物群保存地区として選定されている。当地域は近世から近代にかけて流通、商業の拠点として繁栄した地域であり、江戸時代以来の町割りが残り、沿道には切り妻造りつま入り形式の母屋が立ち並んでいる。 各家の間口は5軒から7間程度と狭く、一方奥行きは50軒から70軒。重要伝統的建造物群保存地区の選定に当たっては、このような地方的特色を示す点と、東北地方で数少ない商家の街並みをよく残している点が特筆された。電県制度発足以来、街並み保存が主眼とされてきたが、建物の外観からは知ることができない。 内蔵という内部構造が高く評価された点で、マスダの街並みの充電立て地区選定は、画期的とも言える出来事であった。かつて、マスダ城の堀の水にも用いられたという、下田関マスダ地区の起源は、常時年間に、小笠原氏が、現在の横手市立マスダ小学校付近に、マスダ城を築いたことに始まると伝わるが、城は、現の年間に破却された。一方で、マスダは、 宇州街道からは、外れるものの手相街道と小安街道が交わる交通の要衝であり、寛永20年には現在まで伝わるマスダの朝市が始まるなど、秋田藩南部の流通の拠点として栄えることとなった。元禄16年の絵図に街並みが描かれていることから、遅くとも18世紀初頭には街の骨格が成立したものと考えられている。 現在残る町並みは、江戸時代末期の町割りを踏襲するとされる。日の丸酒造文庫造明治以後も繁栄は続き、木糸や旗箱の集産地として、また酒造業の生産地としても発展した。明治28年には、現在の北斗銀行の源流にあたるマスダ銀行が設立され、それを契機にマスダ水力電気会社が設立されるなど、多くの会社組織が成立し、 最盛期を迎えた。マスダの街並みを特徴づける内蔵はすべて戦前の地区であり、その多くは明治期から大正期にかけてのものである。明治38年の大本線全通により輸送体系が変化し、地域市場が全国市場に組み込まれるに至って徐々に証券が縮小してゆくことになるが、大正4年にキッズの鉱山の交渉が発見され、 戦前にかけて繁栄が続いた。一方、内蔵を持つ伝統的建築物群が地域資源として再発見され、観光地化を目指す動きが生まれたのは遅く、実に2000年代に入ってからである。平成13年に佐藤陽介商店がうるし資料館の公開を開始、翌年に日の丸醸造、むく酒造が国の登録有形文化財として登録され、 内蔵を有する街並みが、マスダ特有の地域資源として再認識されるようになってきた。中でも、天気となったのが、平成17年の写真集、マスダの蔵発刊であったとされ、翌年から地域住民の協力により内蔵を持つ家屋が、特別一斉公開される、蔵の日イベントが開始されるきっかけとなった。マスダ町が横手市に合併されてからも、このような動きは、 着実に進み、平成21年のマスダ観光物産センター、倉野駅開設、そして平成25年7月の横手市による都市計画決定と、それを受けての同年12月の国の重要伝統的建造物群保存地区選定に至っている。マスダの町屋の外観2階の窓越しに内蔵が見える、霧島造り、妻入りの主屋屋敷の裏通り、 銀杏仕上げの水切りと朝の葉の装飾を施した鞘飾り、増田の街並みは同じく蔵の街として知られる蔵式、川越、北方などとは違い、表通りを歩いて目にすることができる蔵はほんの数軒に過ぎない。一見するとただの古びた商家の奥に豪華な内臓が隠れているのが増田の大きな特色であり、魅力とも言えよう。前日の通り、 マスダ地区の町割りは通りに面して、短冊状に敷地が割られ、各家の母屋が通りに面しており、主屋背後に内蔵と呼ばれる鞘付け土蔵が接続されている。この内蔵は鞘と呼ばれる母屋と一体となった上屋に覆われており、外からは見えない構造となっている。敷地内での配置は通りに面する側から、母屋、鞘付け土蔵、庭の順で並ぶものが多く、庭では、 外蔵と呼ばれる独立した蔵が設けられる例も多い。敷地背面が裏通りに接する場合、通りに面して、門と板塀が設けられており、各家は、表通り、側面、路地通り、裏通りにおいて三つの異なる様相を見せる。通りに面する、母屋は、切り妻作り二階建てつま入りのものが多く、妻飾りとして化粧針や化粧束を表し、 さらに巨大な張首を突き出し、土壌や木花といった自社建築を思わせる装飾も見られる。二階窓には、霧よけと呼ばれる小日差しを出し、したるきや、扇たるき、二軒など、装飾性の高いものも多い。妻側のケラウは一軒余りと非常に深く、建物の表情に陰影を与えている一方で、軒先は一尺から二尺と極めて短い。これは、 秋田県地方の町屋に多く見られ、有数の豪雪地方である松田においては、特にそれが発達したものと考えられる。この他にも、数は少ないものの入りもや作り胸入りや、木造3階建ての主や、土蔵造りの店蔵なども見ることができる。内蔵のみならず、これら伝統的な町屋の外観を数多く残している。点も高く評価されている。主屋内部は、 建物南側を通り土間が貫き、入り口から店、小江、水屋などが続き通り土間に面して中庭を設けて最高を図るなどの工夫も見られる。母屋から胸続きの鞘が続き高い吹き抜けの蔵前となり、巨大な生活空間を構築し、通り土間の一番奥に内蔵を廃するのが、マスダの一般的な町屋の構造である。 一般的な内蔵の作りは、前後に掛け込ぬりの扉を設け、壁は磨き上げられた黒漆喰塗り、壁面下部及び扉は、鞘飾りと呼ばれる漆塗りの木枠が配されている。扉の蛇腹は後段にも及ぶものもあり、光沢を放つほどに磨かれた黒漆喰、工芸品のような豪華な鞘飾りなど建築、左官技術の域を超えて、芸術的ですらある。蔵の構造体はけヤき。 栗、松などの両材をふんだんに用い、五寸五分の通し柱を壁面に一尺間隔でびっしりと並べる内蔵も見られる。量は重ねりや束立てといった和子薬味からトラス構造まで多彩で建築年代による技法の違いを比較することもできる。これらの柱や梁を漆塗りで仕上げた内蔵もあり、今なお建築当時のまばゆいばかりの輝きを放っている。 これら方外とも思える税の限りを尽くした蔵の建築が可能だったのも、鞘に覆われた内蔵という特殊な構造あってのものだろう。用途は物品や文書を保管するための文庫蔵と当主や家族の私的空間として使用される座敷蔵に大別され、前者は全面板の間、後者は一階奥を畳敷きとして内部を二室に分けている。 座敷蔵の方が数が多く、文庫像を後から座敷蔵に改装したものも多く見られる。ただし、寺社や酒蔵では座敷蔵として使用されているものも文庫像と呼び習わす例があるとされる。現在19棟が公開され見学が可能である。上の画像説明中の登録有形文化財はいずれも文化財保護法に基づき日本国によって登録された。 文化財。倉野駅と山中吉助商店、倉野駅内蔵、倉野駅内蔵と鞘野小屋組市の所有である観光物産センターを除き公開されている家屋は現在もなお所有者が居住、または店舗として営業するものである。所有者の協力と行為により公開が行われている旨に注意されたい。また、公開日や公開方法なども 各家により異なるので、事前に公開カレンダーを確認、または観光物産センターなどに問い合わせることが望ましい。第9回、蔵の日。ありがとうございます。